こんにちは。シティプロモーション課の広報校長担当の田坂です。広報富士、令和3年10月5日号についてご紹介いたします。今回の表紙は通常登校を再開した9月13日の小学校に登校する子どもたちです。今年は夏休みが終わっても分散登校が実施されていました。この日は友達と一緒に登校する子どもたちを富士山が見守っているかのようでした。今回の特集は富士市と富士宮市、御殿場市、裾野市、小山町による共通紙面です。この特集では富士山と自転車と旅に出るとのタイトルでサイクリングの楽しみ方を4市1町がそれぞれ紹介しています。この4市1町でそれぞれサイクリングを楽しんでいただければ幸いです。その他、令和2年度決算報告、富士山百景コンテスト作品の募集、田子の浦ボートフェスタ2021開催についてなどの記事も掲載しています。ぜひご覧ください。広報富士に掲載されなかった写真もご紹介します。こちらもご覧ください。